Hello there, I'm Maki. Welcome back for Genshin Impact. Because there's a new Archon story being released under version 2.4, which is, I believe, related to the revival of the Jet Chamber. So, I bring in mainly related to Liye character, which have a Niguang, and Xingqiu, and Keqing, and definitely with the Traveler. So I don't know if we're gonna go well because other than 3, their damage is quite really low, and this our half for the Liye character, I guess. I think I forget someone else. Am I? Just continue. That's for 2. Niguang. とある重要なことを知らせるためよ。すでに知っている人もいると思うけど、近々軍玉閣を再建するつもりなの。軍玉閣を再建？とんでもない規模の工事になりそうだな。確かにそういった噂を耳にしたことがある。道理で建材の値段が急騰したわけだ。軍玉閣は行幸様にとって特別な意味を持つもの。もしこの件でお役に立てれば。行幸様、俺らに手伝えることはありますか？そう慌てないでちょうだい。数日前この噂が広まったことで、各方面からこれについて関わりたいという連絡が入ったわ。差し当たり手元にいくつか案件があるから、あなたたちにも任せたいの。現状すでに立地の選定は終わったわ。必要な建材の準備も完了してる。でもそれ以外に3つ、ある肝心なものが準備できていないの。その3つが名家不浄石、戦機革新、そして戦果樹布。 What is that? None of them I know。その、僭越ながら申し上げますが、不浄の石以外の2つは聞いたこともないのですが。名家という名は、十分な大きさの不浄の石に与えられるわ。これは、軍玉閣が宙に浮くための基盤となるものよ。そして、戦機革新は、軍玉閣内部の機械構造の核となる部分ね。戦火樹布は機械装置と仙人の砲術を結びつける役割を持っている。他の2つ同様必要不可欠なものね。No wonder can be fly, boss. There's an attitude situ or attitude up. Impossible. 3つとも希少な素材ではあるけど、あなたたちの人脈と能力をもってすれば見つかるのも時間の問題よね。でも兵は神速を尊ぶもの。何よりも効率が大事よ。見つけてくれたらいいねで買い取らせてもらうわ。それと3つの素材を集めるのが早かった3名には私に質問する機会をあげる。 Generous prize。Yeah. もちろん、どのような質問にも答えるわ。この見返りはきっとみんなを満足させることでしょうね。先ほどの品々を見つけ出すのは至難の業。しかし来年のリーユエ校の計画について聞くことができたら。その価値は計り知れないものになる。行幸様から情報を得たものこ。ついてるぞ。つい最近不浄の石に関する噂を聞いたばかりなんだ。こうしちゃいられん。俺は先に失礼させてもらうぜ。俺たちも生きとしよう。先を越されるわけにはいかない。軍玉閣の再建か。これってかなり重要なことなんじゃないか。オイラたちも行ってみよう。Why should we?
I need to get involved. My one to you is having an eye on the price.先ほどの話、あなたたちも聞いていたようね。どうかしら、興味はある？ Can I really ask you anything? B? この私が知っていることであれば何でも。真実を教えるわ。Yeah, probably find more about my sister. 本当か？じゃあ、オイラは行幸がどうやって商売しているのか聞きたいぞ。 Shut up, Paimon. その秘密がわかれば、オイラたち、もう二度とモラに困らなくて済むだろう。 That's your plan, Paimon. That's your plan. もちろん、教えることは可能よ。ただし、それはあなたたちの働き次第ね。Don't worry, my performance is excellency. 軍玉閣の再建に使われる土地はかなり広大なもの。今回黄金屋の近くにある廃工場にその場所を手配したわ。集めた素材はすべてそこに送り届けてちょうだい。私は別件があるからあなたたちと一緒に行くことはできないけど、到着したら私の秘書に話を聞いてみるといいわ。そうめったにない機会よ。あまり時間をかけすぎると他の人に先を越されちゃうから気をつけて。行幸ってやっぱ忙しそうだな。オイラたちも早速出発しようぜ。とりあえず玉境内を離れてって、あそこを見てみろよ。なんだか妙な感じだぞ。Is there some her? Who like is her? 姉ちゃん、随分と優雅な佇まいだな。それに気品もある。これ軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか？俺ら再建に必要な素材の情報を持ってるんだ。どうだ？あっちの静かなところでゆっくり話でも。必要ない。さあ言うなって。ほれ、悪いようにはしねえから。おい、ぼさっとすんな。早くついてこい。You need to after her. はい。Oh, hi. No, no, no. Okay.Here they go already. There doesn't look like tracing. There is starting the intro chapter at one. おい、今の聞いたか？あいつら情報を持ってるらしいぜ。今オイラたちに一番必要なのは情報だ。行ってみよう。Okay, looks like we have to follow them. So we'll be right back.もう逃げ場はないぞ、姉ちゃん。何も俺らは悪人じゃねえ。安心しな。ちょっとばかしモラを払えば貴重な情報が手に入るんだ。お互いに損はしない。おやぶ、なんだか嫌な予感がします。彼女明らかに他の人とは違う雰囲気というか、髪も白いし、見た感じ普通の人間じゃないですよ。 Yep, yeah, you are right. Is she not a normal person? Later your butt will be icy cool. それが何だってんだ。久々の上物だ。こいつから絞り取らねえでどうやって借金を返すってんだ。言ったはずだ、主らの情報など必要ない。先ほどの言葉が聞こえていなかったのなら最後にもう一度だけ忠告する。あのな、姉ちゃんよ、ガキじゃあるまいし、これくらい分かってほしいんだが。リュウ、フェイスよスカー、ノスカーよフェイス、おいコスカーリュウ。お前が必要かなんて関係ないんだよ。おとなしくモラを渡せば済む話なんだからさ。我は
おっと、下手な言い訳はするなよ。お前がモラを持ってることぐらいわかる。さ、ルリ亭で卓に乗り切らないほどの料理を注文してただろ。でもほんの少し口にしただけで箸を置いていた。そして新月軒や万民堂でも同じように看板料理を全部注文したが、どれも一口しか食べてなかった。金持ちの嬢ちゃんでもない限りそんな贅沢なことできやしない。そんなにモラを持ってんだから少しぐらい分けてくれてもいいだろ。師匠にはリーユエコーで騒ぎを起こすなとそう言われたが、まあいい。もしかしたらこれも運命なのかもしれない。親分、何か様子が変ですよ。ビビる必要はねえ。俺らは情報を売ろうとしてるだけだ。法には触れてないだろう。こいつが手を出してきたら逆に訴えてやるさ。Officer, they intimidate people into doing business. Hmm? Ah, またお前らか。What do you mean again? 千眼軍？どうして千眼軍がここに？まさか、お前が通報したのか？ち、余計な真似を。So you try to shame on me? 俺は。俺は what? 黙れ。また人を脅迫しているんだろう。ついてきてもらうぞ。あいっと、嘘を怖い顔しないでくれよ。ちゃんと説明する。落ち着いてくれって。Are you alright? 神格。神格？あ、我の名だ。おお、神格っていうのか。オイラはパイモン、こいつは旅人だ。よろしくな。His known name is well, Paimon. ヌシラの名は知っている。先刻は助けてくれて感謝するぞ。Oh, okay.I believe I'm so famous. 無論、我一人でも解決できたがな。あやつの首根っこをとっつかまえて、頭部を地面に3回叩きつけてやれば、諦めると我は判断していた。Sorry? I see who? え？うわぁ！そんな暴力を振るっちゃダメだぞ！ここはリーユエコーだから、リーユへの法律をちゃんと守らないと。法律？You never heard about it. うむ、確かに聞いたことはない。そうなのか。じゃあこれまで。What was that noise? ああ、我の腹の音だ。腹が空いているからな。Just if you buy, how you be fool about that? あっさりと認めたぞ。そういえば、神格はいろんな店で料理を注文して、一口ずつしか食べなかったって、さっきの人たちが言ってたけど。そんなんじゃお腹が空くに決まってるだろう。何か食べたいものはないのか？精神。ルリユリ、ルリ袋、それらを普段は食している。あ、デメデさん、ルリ薬剤。どうやらよく分かってないみたいだな。うん、近くに不袋があるし、そこに連れて行ってお腹いっぱい食べさせてやろうぜ。 What did you just say about oil cross?Are those just flower? Then are you flower for your boss? Really? お腹がペコペコなままだと力が出ないからな。
ようこそ。どういった薬をお求めでしょうか？ There's no precaution, okay. 精神、瑠璃百合、瑠璃袋。どれも 250g ずつ頼む。それはどういった処方でしょう？まるで薬で食事をするかのような量ですね。どうぞ。今ここにある在庫のすべてです。感謝する。本当に食べてるぞ。これで十分だ。地層になった。 Are they really that good? いや、まずい。ほのかな清涼感はあるものの、食べ過ぎれば口の中に残るのは苦味と酸味と渋みのみだ。じゃあ新閣はどうしてお店の料理じゃなくて薬剤をわざわざ食べるんだ？モラをたくさん持ってるんだろ。オイラだったら一番高級なお店に行ってたくさん料理を注文してそれを一気に食べるぞ。それは今後この地にとどまるかどうか我自身にもわからぬからだ。世の料理は美味なるもの。しかしいずれ山に戻ってしまえばその美食への思いが修行の妨げになる恐れがある。それゆえ軽く味わうだけにし、どのようなものか知るだけにとどめたのだ。山に戻って？あ、間違いない。こいつ仙人だぞ。我のことはともかく、主らはこれからどうするのだ？そうだ、忘れるところだった。オイラたち、軍玉閣を再建するためにその素材集めを競ってるんだったよな。ここで時間を潰してたら他の人に先を越されちゃうぞ。そうか、その件なら我も道すがら耳にした。ひひ、もし他の人より早く集めることができたらどんな質問にも答えてくれるらしいぞ。まさか神格も参加しに来たのか？確かに我もその件で来たのだが、そういった競い合いに参加するつもりは毛頭ない。だが主たちには世話になった分、我も役に立ちたいと思う。安心するがいい。見返りを求めはしない。うえ、神格は。でも仙人に手伝ってもらえたら素材集めも順調に進みそうだよな。Sure, then let's join f o r c e ならば善は急げだ。我に一つ案がある。 Oh, you have a plan. おう、神格の案ならきっとすごいんだろうな。すごいかどうかはわからぬが、十分な効果は期待できるだろう。 Awesome. Awesome.我らより先行しているものを全員排除すれば一番になれると思うのだが、どうだ？That's not a really awesome idea. That's just a pure violence. ダメだ！どう考えてもやっちゃいけないことだぞ！そうなのか？だが競い合いとは互いを排斥し合って裏で策を弄するものだと聞いたが。 Not every competition is so conflict and one man fight. オイラたちは正々堂々勝負して一番になるんだ。名家不条意し、戦機革新、そして戦火呪符、順番に探そうぜ。まずは不条の石からだな。店の外から何やら話し合う声が聞こえると思ったらあなたたちでしたか。あ、白術、どうしたんだ？行幸さんから
傷薬をまとめて仕入れたいという依頼があったのです。ただどうも店の在庫が足りないようでして、これから調達しに行くところなんですよ。行子はどうしてそんなに傷薬を必要としてるんだ？それは私にも分かりません。軍玉閣を再建するお話は私も聞いていますが、その現場で使うのでしょうか。ですがお客様側の事情ですので、あまり深くは追求しないようにしようかと。それから行幸さんは私から7を借りていきました。ですから福袋は現在かなりの人手不足でして、どうでしょう、あなたたちここで働いてみませんか？なあ悪いな、オイラたち他にやることがあるんだ。あ、そうだ、白術って物知りだし、名家不条絵師について聞いたことってないか？軍玉閣の再建に必要な素材でしょうか。確か七蔵三景にそれについての記述がありましたね。名家不条絵師を活性化させれば雲の上まで飛べるとか、非常に貴重なものです。文献に記録されている名家不条絵師はもうほぼ誰かに採掘されています。これに関しては私よりも飛雲商会の方が詳しいでしょう。なるほど、じゃあ飛雲商会に行って聞いてみようぜ。白術ありがとな。どういたしまして、うまくいくことを祈っています。他に何か必要なことがあれば遠慮せず福袋にいらしてください。Okay, we have to go play a common skill. Looking for Xing Xiu. I will be right back. Bocchama, やっとお帰りになられたのですね。おや、何を慌てているんだい？ここ最近、紹介に様々な注文が殺到しておりまして、手が回らない状態なのです。Bocchamaを見かけたら、必ず残って手伝わせるよう、旦那様からのお達しです。そういうことか、分かった。とりあえず注文の分類をするよう手配しておけ。他は僕に任せてくれていい。ありがとうございます。坊ちゃまがいてくださるだけで一安心です。ゆくあき、ここにいたのか。お前に聞きたいことがあるんだ。旅人とパイモン、すまない、少し待っててくれないか。阿局、僕は客人と話すから君は先に行っててくれ。紹介のことは後で詳しく相談しよう。わかりました。お客人どうぞごゆっくり、私は先に失礼します。まさか今日君たちが来るとは思わなかったよ。どうしたんだい、何か手伝ってほしいことがあるようだけど。ゆくあき、名家不条絵師について何か知らないか？なるほど、君たちも軍玉閣の再建に手を貸しているというわけか。おお、I see what you got。 持って？まさか。実を言うと、飛雲商会には名家不条絵師がある。ただし一つだけだけどね。これは他の者から競売用に預かったものだ。君たちが来る前にも何人かに値段を聞かれたよ。物は少なきをもってたっとしとなすという言葉がある通り、競売にかければ最終的に5億モラを超えると予想される。 Wow! Why the mirror mora, really? 5億モラ? I don't think I can afford it.正直この不条の石を競り落とすことはお勧めしない。相場よりもだいぶ高い上に割にも合わないだろう。でももし名家不条石がなかったら。焦ることはない。君たちは鳴海聖火神君について聞いたことあるかい？ No。 誰だそれ？
やむほ、おてん。なるみ聖火神君はかつて利水定山神君と親密な関係にあった方だ。しかし我の記憶ではもうすでに逝去されているはず。そう、まさか僕以外にもあの方について知っている人がいるとはね。関雲録に記述された内容によると、鳴海聖火神君は自ら銅典を作り、奇妙で珍しい宝を数多く陳列していたそうだ。その中に君たちが探している名家不浄石がある。鳴海聖火神君が逝去された後、その銅典は荒廃し、歴史の陣屋へと埋もれていった。ただ幸いなことに、僕は民間伝承に関する本を最近集めていてね、そこでこの銅典について知ることができたんだよ。そして何度か検証を重ねた結果、李斜光の近くにその銅典があることが分かった。やった。あ、でもオイラたちがそれをもらってもいいのか。仙人に対してその罰当たりだったり。問題ない。我が知る限り鳴海聖火神君は心が広い。あの方が生きていたとしてもこれ式のことは気にしないだろう。但他也阅历高很了吧。心が広い、実に斬新な観点だ。どの書物から得た考察なのか、よかったら聞いてもいいかい。 If he know about reading, he probably meet him in the live person, I guess. ただ山野に広がっている噂だ。行くぞ。あの人なんだか僕の友人に似ている気がする。そうだ、それにもう一つ、仙人の銅典は非常に緻密に作られたもので、自衛機構が備わっている。長いこと放置されてはいたが、それでも魔物が出てくる可能性は十分にあるだろう。くれぐれも注意してくれ。おう、気をつけて行ってくるぜ。ありがとな、ゆくあき。Yeah, no problem.Hey, so I have to go to Risa, please, job. So I'll be right back. Oh, Oira たち、さっきまで滝にいたよな。どうして急にこんなところに出たんだ。雲がたくさん、空の上にいるみたいだ。おそらくここが仙人の洞天だろう。我らが探している名家不浄石もここにあるはずだ。本当か。あれってさっきの洗礼じゃないか。見ろよ、雲の下に潜ってったぞ。しかもよく見るとここの岩や木、なんだか不自然じゃないか。まさか雲の下にまだ何か隠れてるのか。 What do you think, Sanha? これは本物の雲ではなく、空間を隔てる砲術だ。下に降りるにはまずこの砲術を維持している装置を破壊せねばならぬ。よし、じゃあ早速それを破壊しよう。この地に魔物の気配を感じる。どこに身を潜めているかわからぬが、気をつけた方がよい。Okay, so it might be take a while, so I'll be right back. Yeah! サイウルコ、この剣はわかるかい？Okay, one down. Next to go.
律令に従え、魂よ。てっ、かっ、やった、はっ、はっ、やっ、はっ、我が剣よ、影に従え、行け。装置の確信があらわになったぞ。今のうちだ。尻となれ。諦めなさい。しかないようだ。しかしその前にこの層の守衛装置を壊す必要がある。ん、諦めなさい。いや、入れよ、魂よ。この剣はわかるかい。Robot guy. Okay.Where is the ball of death? Hot to! Hot! 無駄な努力をやめてる。Hot thing just fall down.Ah, here's the ball of the death. My calling is the ball of death because always bring you a very death trap. Okay. Oi, Miro! Most of the time. Ano, toku ni aru no. Meika Fujou Eshi janai ka? Okay, treasure. Okay, can I sit a while? Take a break. This is a while. After very hard fight. No. Human also like that. You know, really chasing your dreams. And if you feel a bit tired and lost, take a seat. Take a deep breath. And then?You continue the journey, so let us continue. これが強行の言ってた名家不浄維新なのか。こんなに大きいなんて。You need to beat to get whole Judge Emperor to everyone. それもそうだな。でも、どうして浮いてないんだ？活性化されていない浮上の石が宙に浮くことはない。見た目は普通の石と異なるが、その重さはほぼ同じだ。浮上の石は活性化されることで、初めてその進化を発揮する。属性の束縛から解き放たれ、空へと浮かび上がるのだ。
学は物知りなんだな。我の師匠は雑談が好きでな、暇があれば我を引き連れ様々な伝承を話してくれた。興味のない内容の方が多かったが、まさかこのように役に立つとは。 I wonder who is her master。 ふと思ったんだけど、もしここで活性化させたら持ち帰れないよな。そんなことしたらオイラたちまで一緒に飛んでっちゃうし。でも活性化させないと重くて運べないと思うぞ。どうやって運んだらいいんだ。案ずるな、これ式であれば我にとって大した重さではない。お、ユリ、でも安全第一だぞ。心配無用だ。この浮上の石が貴重であることは重々承知している。ぶつけたりせぬよう細心の注意を払おう。 I'm a miss you, Senna。 我を？そうだぞ、神格がどんなにすごくてももしこんな重いものの下敷きになったら怪我だってするだろう。重いものを運ぶときは身の安全に気をつける、これは常識だぞ。そうなのか、ありがとう。ならば気をつけるとしよう。我は浮上の石を担いで先に行っている。後ほど建設現場で落ち合うとしよう。あんな重いものを持ち上げられるなんて、神格ってやっぱりただものじゃないよな。Well、オイラたちも早く建設現場に戻って神格と合流しよう。 She literally just left those power along just then. Okay, never mindHey, we're gonna meet you at… なんてことだ。神よ、僕は夢でも見ているのか。 No, it's real。 あれほど巨大な石を持ち上げるなんて、彼女こそ伝説に謳われる仙人に違いありません。仙人様、どうか来年の収入が上がりますように。体積品質ともに最上級、保存状態も非常に素晴らしいですね。この名家浮上石には満点をつけても問題ないでしょう。我の名は重要ではない、これの競い合いに参加しているわけではないからな。我はこの石の運搬を頼まれただけ。依頼主はもうすぐ来るはずだ。神格、あ、それと行幸の手下も。なんとあなたたちでしたか。これほどの浮上の石を見つけたのも納得できます。しかし一つ訂正させてください。私は手下ではなく秘書です。バモン、秘書のお姉さん、この石はオイラたちみんなで見つけたんだ。どうだ、すごいだろう。正直なところ、これまでに届いた浮上の石の中で最上級の品質です。予想外のことが起こらない限り、この石を土台にして軍玉閣の再建は進められると思います。今日はお疲れでしょう。行幸様がこの近くで民宿を借りています。お休みになりたい方はそこに泊まっていただいて構わないとのことです。それでは私は先に失礼します。ご覧の通りまだやることが山積みですので。神格、さっきここに到着した時みんな神格のことを尊敬の眼差しで見てたぞ。そうなのか。反応が薄いな。こういう時はもっと喜ぶもんだぞ。Only you, Paimon.
が誰かにパイモンすごいって褒められたら胸を張りながらニヤニヤしてるぞ。以前我も似たような称賛を浴びたことがある。その者たちは我を仙人と呼び、まるで遠い存在であるかのように敬意を払いながら接してきた。でも仙人ってみんなそんな感じだろ。オイラたちがこれまでに会ってきた仙人もみんな浮世離れしてて普通の人間とは違ってたぞ。しかし我はそうでは。深刻？はい、OK。なんでもない。同点に入ってから力を酷使していたゆえ少し疲れただけだ。大丈夫か？あ、そういえば百文が言ってたよな、近くの民宿を借りてあるって。そこで休憩しよう。心配は無用だ。どこか人里離れた静かな場所を見つけ少し座禅を組めばじきに治る。ダメだぞ。もしその間に危険な目にあったらどうするんだ。お腹が空いたら美味しいものを食べて、眠くなったら屋根のある場所でちゃんと寝る。無理をするのは良くないぞ。 You know Paimon H right this time? Paimon is right. 分かった、覚えておこう。あん、そうと決まれば早速神格を民宿に連れて行こう。ご宿泊ですか？先ほどちょうど残り2部屋になったところなんです。軍玉閣の再建にこの地区が選ばれて以来、大工や野次馬、業務担当者やお茶売りと利用者が後を絶たない状況でして、だから今日もかなり混み合ってるんですよ。部屋もどんどん埋まってしまい。お客さん間に合ってよかったですね。たち運がいいな。片方はまだ部屋の掃除中でして、おそらく30分ほどしたらご案内できるかと思います。もう一つの部屋は扉を左に曲がったところにあります。どうぞ、客室の鍵です。皆さんごゆっくりお休みください。それでは。それじゃあ神格が先に部屋を使ってくれ。オイラたちは外で部屋の掃除が終わるのを待ってるから。ついでに美味しい食べ物がないか見てこようぜ。さっき大きなチキンを持ってるお客さんがいたぞ。後で神格にも夜食用に買ってきてやるよ。明日の朝ごはんにしてもいいしな。ならば我は休もう。何かあったらいつでも呼べ。我の眠りは浅い。戸を叩くだけですぐに起きよう。 OK、 Have a good rest、huh? ああ、また明日。うわあ、あれって竜王釈放神官じゃないか。どうしてこんなところに。行ってみようぜ。Why? Someone? Okay, you leave me no choice. Have to let and talk that stupid. Okay, climbing the mountain, I guess. And he just like flying down below.神格とはもう会ったようだな。どうだ、あの子とは仲良くやれておるか。もちろんだぞ。竜雲釈放神君も神格のことを知っているのか。 Because she is her master。 それは当然。リーユエ校で長年生活するカーンを除けば生き残っている仙人たちは多かれ少なかれ神格と関わりがある。
そうだったのか。なあ、神格の鮮明って何なんだ？ She not Epatus, is a human. 神格って呼んだ方が親しみがあるけど、やっぱり罰当たりな気もするし、きっと鮮明で呼んだ方がいいんだよな。鮮明。なぜ神格が鮮明を持っていると？え、仙人ってみんなすごそうな称号を持ってるんじゃないのか？その通りだが、しかし神格は人間だぞ。 I'm right. ああ、なんだそうだったのか。って、うえぇー、そう。お前は気づいてたのか？っていうことは知らなかったのはオイラだけ。 You just think about food. Nothing else you can think. お前たちから見て、あの子は普通の人間と異なるのか？ It's a huge difference. 神格っていつも問題の解決方法が直接的というか。初めてあの子と会った時もそのような感じだったが、それは今も変わっておらん。わらわと神格の出会いはとある洞窟の中であった。あの日、わらわがその洞窟の近くを偶然通りかかると、魔人の残骸から放たれる気配を感じた。わらわはすぐ中に入ると、そこには弱いにして6歳ぐらいの幼い神格がおった。あの子は短剣を手に、魔人の残骸である魔物と戦っていたのだ。 Wow. Have a natural killer instinct. なんだかかなり危険な状況だったみたいだな。 Are she led to Rosalia? Because Rosalia has similar, you know, those killer sense, you know. わらわが到着したとき、すでに神格が魔物と対峙して数日も経っていた。凡人のことは心も体も脆く、生きるには親の庇護を受けなければならない。だが神格は違った。あの子があのような危機を耐え忍ぶことができたのは、強い精神力のみならず、生まれ持っての気骨と殺意があったからだ。Nice word. Ross and homicider. That's more better words. わらわがその魔物を仕留めた後も、あの子は気を緩めることなく、わらわにまで刃を向けてきた。だがわらわに傷をつける意志がないとわかると、何も言わずに気を失った。つまり、もし竜恩釈放神君がいなかったら、今頃神格は…いや、必ずしもそうとは限らぬ。わらわがついた時には、魔人の怨嗟は無惨し始めていた。あのまま膠着状態が続いていたら、生き残ったのは神格だったはずだ。それでも、かなり危険な状況だったんだろ？なんでそんな小さな子が魔人の怨嗟と戦わなきゃいけなかったんだ？ What? Battling the god? 神格は、この世のあらゆる苦難や試練の片鱗を味わったのだろう。そして、わらわは行く当てのない神格を引き取ったのだ。 So, when Santa…神格を talk about her master, she means… おそらくわらわのことだろう。神格の体質は特別なもので、戦術の修行に適しておった。わらわと他の仙人たちは、その見事な才に可能性を見出し、技を伝授することにしたのだ。しかし、
子供の頃より放たれていた殺意は年を重ねても消えることなく、むしろ日を追うごとに増していった。ある日、昨月蓄養神君があの子を占ったことがあった。神格は孤独であだなすもの、その身には邪気が宿り、友人や家族に災いをもたらすことがままあると出た。矜持の兆しであったため、赤ひもで魂に枷を加え、殺意を抑制させたのだ。赤ひもで縛られたことで神格はだいぶ落ち着くようになった。表情も和らいだが、代わりに少し朴訥としてしまってな。赤ひもの力が強すぎたゆえに、他の感情をも抑え込んでしまったのだろう。Oh, this can explain how the way so im, especially when Paimon really care about her, it seems so nothing emotional. Yes.この広大な世で出会ったのもある種の縁。お前たちにも神格との縁がある。今後ともあの子をよろしく頼む。なるほど。じゃあ竜音釈風神君は神格のことが心配だったから様子を見に来たんだな。ふん、そんな単純な理由なわけがなかろう。今のリーユエコーは平和そうに見えるが、その裏には危険が潜んでおる。行幸は今はリーユエと人の契約の時代だと大口を叩いておったが、時期に訪れる嵐をどう対処するか、わらわはそれを見届けに来たのだ。 Are you talking about the Fatui guys?もし彼女がうまく対処すれば、わらわはその偉業の証人となろう。逆にそうでなければ、わらわがことを引き継ぐことになる。ふん、思ったより話が長引いてしまったな。今日はもう遅い。お前たちは早く休むといい。神格は仙人じゃなくて、仙人に育てられた人間だったんだな。だから仙人扱いされると困ってたのか。他人から必要以上に敬意を払われたら逆に気を使っちゃうもんな。 OK, let's see this book. Anything to talk? 以前、神格がこっそり山を降りた時、あの子の姿を目撃した人間が何人かおってな。それからというもの、神格に関する噂が世に広まりつつある。リーユエコーでは神格の噂を模し劇を書いた者もおるそうだ。それは神女壁館という名の演目らしい。 The Triple D.Divine Damsel Devastation DDD 劇中では彼女は村人を守るため立ち上がったとなっておる。なんとも皮肉な話よ。Okay, so let's wait until the fourth day for the morning. SoI will be right back. 神格、我のことはもう師匠から聞いているな。え、どうして知ってるんだ。 Because she is the recount yesterday. ヌシラが戻ってから寝るつもりだったのだが、なかなか帰ってこなかったからな。何かあったのではないかと外へ探しに出たのだ。
すると師匠の姿が見えた。その上主らの様子も朝からおかしい。ならば師匠が我のことを話したのだろう。なぜなら師匠は口がよく回るからな。新加くん、おいらずっとお前のことを仙人だと勘違いしてたんだ。ごめん。いい、我は気になどしていない。それにこれまで説明してこなかった我の責任でもある。ただ過去の経験を思うと説明しても徒労に終わると思ってしまったのだ。しかし主らは我を仙人だと思いながらも遠ざけるのではなく友人として接してくれた。 Well, we are friends, you know. これには我も感謝している。オイラたち本物の仙人ともたくさん会ってきたからな。じゃあこれからオイラたちは親友だ。仙人とか人間とかそんなの関係ない。普通に仲良くしようぜ。承知した。何をしたらいいかは分からぬが、親友という響きは我も嫌いではない。おう、じゃあ十分休憩もできたし、残りの2つの素材を探しに行こうぜ。でもその前に建設場所で行幸の手下に進捗を聞いてみよう。名家不浄石を探すのはあんなに難しかったんだ。手に入れることができた人は少ないと思う。相手が早々に諦めてくれてたら焦る必要もなくなるしな。そうだ、進化くん、昨日民宿へ戻る前にチキンを買っておいたんだ。ほら一つやるよ。すっごく美味しいぞ。確かに風味が豊かで、我が山中で焼いていたものよりはるかに美味だ。 OK、Let's to the side.